皆さんこんにちは、ジャズトランペットプレイヤーの辰巳哲也です。気が向いた時しか作らない、大変申し訳ないんですけれども、時々ジャズのインプロバイズの映像を作ってます。世間一般にみんなジャズすごい難しいってみんなイメージ持たれてるんですけれども、僕個人的にはそんなに難しいとは思ってないですし、難しいっていうよりは奥が深いものだと、そのように思っているわけです。で、僕の弱小ブログでもですね、例えばバリー・ハリスのことを書くとか、ビバップみたいなことを書くと、それなりにそれって継続的に見られてる感じがあるんですよ。潜在的に重要あるんだなって。で、そう、ビバップですよね。どうせジャズやったらビバップっぽく吹きたいとか、そういうふうな、欲求ってあるじゃないですか。だけどビバップってなかなか上手な説明がないですよね。だから、僕個人的にバリー・ハリスのワークショップ行ったりとか、いろんなことして勉強したりしてるんですけど、そこで自分が思ってることについてちょっと説明をしてみたいと思います。そういうことで説明続けますけど、ここでロジックに打ってる枯葉のトラック流します。で、前のビデオかなんかではこれでスケール練習したらいいよ。こういうふうなことやったらいいよって言ってました。なぜかというと、構成されるコードっていうのがそのスケール1本だけで片付いてるので、何やっても破綻しないからなんですね。で、西洋音楽だから、ルールがだから、今のドレミファソラシドだけ吹いててもう音楽は成立しちゃうんですよ。だから例えばこんなフレーズ吹いちゃいましょうかね、ラッパのキーでミファレミファソラドシラソファミレドシドってやったんですけど、西洋音楽のルールとして、拍の頭にコードノートが乗っかるっていう原則があります。逆に言うと、拍の頭でなければ、コードノートではなくても構わないということなんですね。だから、スケール練習してる分には拍の頭にコードノートが基本的に乗る感じなので、このタイプのトラックにはだから、今みたいなフレーズができるわけですよね。でも1オクターブって12個ありますよね。この半音階を使わない手はないですね。じゃあビバップって、ビバップっぽいことってどういうことかっていうと、クロマチックの経過音をハックの裏にどういう風に持ち込んでいこうかっていう話なんですよね。だから、ぶっちゃけ言うと超三度のインターバル、ドレミとかファソラとかソラシとか、そこのところであれば、普通にクロマチックで上がったり降りたりしてる分には常に拍の頭に行くわけですよね。でしょ、大丈夫でしょ。で、まあ問題は単三度のところにあるんですけど、じゃあ今の単三、ごめんごめん、超三度のところを使って最初に吹いたフレーズ、レミミファレミファソラドシラソファミってやつで、あれをにちょっとクロマチックを入れてみましょう。ね、今のね、ここ来たでしょ。じゃあ、今のフレーズで、最後シシララソファミレドって吹いたけど、最後ミで終わるようにしてみましょうかね。どうしよう、全部クロマチックで降りちゃうと字余りになっちゃって、ミのフラットってコードノートじゃないところで降りちゃう。だからまあ、その音を少し伸ばすとかっていう風な逃げ方もあるんですけど、ここで例えばこんなことしたらか、ね、3連符使ってダリラダララっていう風にしてやるとなんかすごい感じ、いい感じするんですけど、じゃあ例えば今度バリー・ハリスの、リックで5番とか4番とかっていうやつを使ってみると、5番とか4番って5番がだからほらね、すごいらしくなったでしょ。じゃあバリの4番使ってみる。
ほらね、いい感じに落ちるでしょ。だからその、白の頭にコードノートを載せて、白の裏にどういう風に、クロマチックをかましていくか、そこのバリエーションを考えていくっていうのがビバップの面白さなんですよね。で、バリザのワークショップとか行くと、まず初めにこういう風に出す、普通にシンプルな、スケールからやるわけなんですけれども、だからぶっちゃけ言ってしまうと、本当にダイアトニックなドレミファソラシドだけでもできるんですよ。だけどそこにどうやって間にクロマチックを挟んでいくか、ね、そこのところを皆さんでいろいろ考えていただければいいんじゃないかなって思います。いろいろできるよ。吹いてる気がするけど、要するにそのスケールからちょっと逸脱する、つまりビバップ的なクロマチックな音を織り込むことによって、ダイアトニックスケールとはまた違ったモード感が出るわけですよね。そこのところを、いろいろと試行錯誤してくださいっていうことなんですね。僕バリさんのやつはワークショップのブックレットとかもいろいろあるので、おいおいはこういうもので何がどういう風になってるっていうことを解説しながらっていう映像は作ってみたいと思うんですけれども、やっぱりね、そのモダンジャズ以降のジャズをやるってことはビバップっていう語法は知ってた方が絶対に強いので、ぜひぜひとっかかりを見つけて頑張ってみてほしいと思います。今日はここまでです。ありがとうございました。